皆さん、だんだんどうも、ガオチュウと申します。またちょっとトンネルスタートなんですけど、ですね、今回は新潟県内走ってる国道の353号線というところをちょっと、面白そうな道なんで走ってみようかと思います。ここもね、353号線なんですが、位置的には柏崎の方から、十日町市の方へ抜ける道ですね。もっと先を行けば、長野の方まで行くんだったかな。そんな風に走ってる道ですね。まだこの辺は道が広いんですけど、しばらく行ってですね、ちょっと一回道交差して、山の方へ行くとちょっと細い道かな、バイクで、あそこもバイクで走るとまあ面白い。ただ、細くてグネグネしてるんで、対向車とかね、その突然ポンと来たら、危ないんで、っていうような道です。これからちょっと行ったところ、になるんですけどね。今日はね、天気がちょっと曇り空っぽいんですけど、ですね、なかなかあれですよ、夏っぽく、雲がね、夏っぽくなってきた感じはしますね。なんかこう、もくもくって入道雲っぽい、積乱雲っぽい感じの形に徐々になってきたかなという気はします。気がするだけで、実際どうだかって言われるとね、わかりませんが。そんなんで、
に広げますね、ここね。はい、ということで、353号線をずっと今、どっちかな、南下、南の方へ向かってるのかな、といった感じです。ちょっと太陽が眩しくなる場合もあるかな。雲に隠れててくれるとそんなに眩しくはないかなと思うんですが、昔でいうの段々田んぼというところが結構あるので、結構それをね写真撮りに来られる方もいますね。まあ、昔私もちょっとだけそっちの棚田を探しに、写真撮りに来たっていう記憶はあるんですけど、そのデータが今どこにあるかは分かりません多分フィルムで撮ってて、そのネガもねみんなどっかやっちゃったんじゃないかな。引っ越し何十年か前に、今から20数年前に引っ越した時にみんな多分どっかへねやっちゃったんですね。分かんなくなっちゃって、ネガは多分その頃のやつ一切残ってないかな。まあ、ネガがあったところでね、現像焼いて、大きくする、まあ今は電子データ化もできますからね、やればよかったのかなとは思うんですが、はい、まあ今となっては遅いっていうね、すでに遅い、手遅れっていう感じで、まあ、まあ、見えねえな、草がね結構邪魔して視界は悪いです、ヘアピンなんかあったらもう先は全然見えないですね。こういうところはいいんですけど、これ左の方に棚田がちょろっとあるんですよね。その辺が映り込んでくれればいいんですけど、なかなかそういうわけにもいかない。対向車っていうのはさっき1台ぐらいかな、広いところですれ違ったんでよかったんですけど、わエアコン切ろフロントウィンドウが白くなってきちゃった。そんなに真ん中来るんじゃないよ、いけんだろこういう人がいるからたまたま広かったんでよかったんですけど、あ、そういう人もいますね。ブナの里、ブナ林の里
んでる人があんな高級車乗ってるのか分かんないですけどね。まあ乗るのは自由だし、何乗ってもね、お金さえあれば。ポツンポツンと民家があるんですね、こっちね。それでこのグネグネした道でしょ、大変ですよ、本当に。田んぼがありますね。本当ちっちゃいんですよね、こういう山の上ってね。やっぱアジサイが綺麗。あ、ちょっとでもちょっともう枯れ気味。こっちは満開。そんな感じですね。アジサイの花が咲いてましたね。はい、また山道でございます。いや、ずっと山道なんですけど、たまにね、こういう道に蛇が出てくるんですよ。ちょっと涼しいとね、暑い時はとてもアスファルトのところ蛇はこうグネグネと歩くというか蛇行するというかはしないんですけど、そんな自殺的行為はねしないんですけど、たまにちょっと雨が降り始めたとかね、まあ、降ってしばらくしたとか、路面が冷えてるとね蛇が出てくるので、その辺はね、まあ、踏んでもいいよっていう方は構わないですけど、踏みたくない方は注意してください。蛇とかカエルとか、うちの方だとね、たまにナメクジがニョロ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 といっぱい出てくるという、そういったこともありますんで、カエル踏むとね、嫌なんですよね。プチンプチンってタイヤの感触が手に伝わるっていう。プチプチっていう、なんだろう、音とね、音も来るかなって、手のハンドルのその手に来る感触ね、あれがね、今一つ嫌なんです。ので梅雨時期で、ね、カエルがいっぱい出てくるときはちょっと気をつけてましたね。はい、そういった感じでまた下り坂、多少民家が、冬場どうやってるんでしょうかね、ところにいる方々は。まあ、昔で言えばうちの方の地元ですけど、山の奥の方でね、田んぼ持ってて家持ってるっていう方は冬場の里の方に降りてきて、もう一軒、冬用のね、そうそう、冬用の家を持っててそこに住んでるとかね、たまに、そういう方いましたね。今でもどうなってやってるのも同じように、冬用と失礼しました、冬用と夏用の家を持ってるっていう方がいるかどうかちょっと分かりませんけど、そういった感じで、1年を過ごすという方々もいるかと思います。なんで、この辺は左側の景色がいいので、で田んぼが、それこそ段々田んぼがあるので、そういったところが取れればいいなと思いますけど、どうかな、取れるかな。この辺、
うまく映り込めばいいんですけど。よっ。こう。ちょっと難しいかな。ちょっと難しいかな。はい。そんなんで、この辺だな。よっ、よっ。はい、元に戻します。先へ進みます。今のところカット。カット。カットします。そんな感じでね、だんだんだんとか、まあ棚田、今風に言う棚田があるんですけど。ちょっと
刈り上げてまたす、あ、うわうるさ、真面目にうるさい。バイクの方がいいですね、やっぱね。ありがとうございました。失礼します。